トリックはトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞということで、こんばんは、鉄道ファンです。10月30日土曜日、6回目のラジオです。よろしくお願いします。1日早いハッピーハロウィンをお届けしました。まあ、ハロウィンね、10月31日ですけど、いいんじゃないでしょうか。まあね、こうやってハロウィンでやったりだなと思う方もいらっしゃると思いますけど、まあ、それよりもね、気温とか、ね、空気感で秋を感じる方もいらっしゃると思います。先週、私事ではありますが、マコマ内に行ってきて、まあ、イベントのね、参加したついでなんですけど、マコマ内に行ってきて紅葉もね、見てきたんですけども、すごいですね、紅葉が綺麗で、黄色とか赤の紅葉がいっぱいありまして、まあ、写真もね、バシャバシャ撮ってきました。ということで、今日はこれにちなんでですね、今日はトレンドサーチのコーナーをやっていこうと思います。先週行ってきたイベントの内容をお伝えしたいと思います。それでは今週も番組始めていきましょう。皆さんからのメッセージをお待ちしています。いつも通り YouTube のコメント欄や質問箱、ペイング、 Twitter などでお待ちしています。そしてメールでもお待ちしています。メールはてっちゃんアンダーバーミニアットマークヤフー .co.jp です。概要欄からチェックしてみてください。トレンドサーチ、今週は10月24日に行われたポロシ交通資料館のサイト上車両一般公開というイベントを紹介します。時期的に言うと、まあ、先週の週末に行われたイベントになっています。で、当日ですね、 A4 の表裏、まあ、4ページ分の資料をいただいたので、そちらを参考にしつつお伝えしたいと思います。今回のイベントは地下鉄南北線の自衛隊前駅近くにある交通資料館の屋外展示スペースで行われました。ちょうどですね、このマコマ内とか自衛隊前とか、まあ、平岸とかですね、あの辺りはですね、地下鉄が地下じゃなくて地上、まあ、高架を走ってる区間になっていて、まあ、雪のね、害から守るために、高架にシェルターがついてるんですけど、まあ、そういう区間になっています。高架のシェルターの中を走っているという、ね、まだトンネルの中を走ってる感じですね、外の、になっております。で、その高架下のスペースを有効活用したのが交通資料館なんですけども、その交通資料館、現在はその高架の工事をしていて、一旦その取り壊さなきゃいけないという運命になっておりましたので、今は全部取り壊されて、建て直しをしている最中なのか、建て直す計画が進んでいるのかちょっとわからないんですけど、今後、まあ、ニューアルオープンという形で建て直される予定だそうです。で、このね、交通資料館が今休館となっているんですけど、もちろん中はね、取り壊されたんですけど、実は屋外にも展示スペースがありまして、この展示スペースはですね、そのままの状況になっていて、今回はですね、そのままになっている屋外展示スペースを使ってイベントが行われました。今回の一般公開は札幌塗装、ちょっと正式名称言いますね。札幌塗装工業協同組合さんがボランティアで再塗装をしてくださった2つの車両がメインで一般公開されました。で、公開された車両が地下鉄の試験車両の鈴掛けという車両と、札幌の路面電車 DC1、DC1 の車両になります。今回ですね、これ札幌市民向けということで応募というか募集がありまして、そのですね、抽選に当たりましたので、行ってきたという次第でございます。で、実際にですね、行って、このね、地下鉄の試験車両、さっき言った鈴掛け、まあ、今の技術の基礎ですね。実験をした車両、鈴掛けと TC1 っていう車両以外にも、まあ、全部の車両が見えるようになっていて、ちょっと嬉しかったです。まあ、どんな車両かっていうのはね、後で説明しますけども、実際にイベント自体の話をまずしたいと思いますが、実際に行ってみてたですね、親子から年代のね、行った方々まで、様々な方がいらっしゃいました。ちょっとね、車両の中まではまだ入れない感じで、後々なんかリニューアル、ちゃんとね、綺麗にするみたいなんですけど、今回は、まあ、車両の中は入らないでということでした。で、ここなんですけど、YouTube でお聞きの方は、撮影してきた動画がありますので、その動画と一緒にですね、ご覧いただきます。ではでは、車両についてちょっと説明したいと思います。これはね、もらってきた資料を読みます。
ね、鈴掛けの、じゃあ説明からいきますね。鈴掛けっていうのはさっきも言ったように地下鉄の試験車両ということで、1967年地下鉄の4代目の試験車両として作られた鈴掛け。2年間ですね、1969年の8月まで活躍しまして試験車両として。約5万キロを走行したそうです。この鈴掛けという車両のタイヤとかの走行装置、あとは制御装置、制動装置、まあブレーキですね、とかは南北線の車両とほぼ同じなんだそうです。これはね、びっくりしました。結構ね、奥までちゃんと機械が見れたので、あ、こうなってるんだ、とてもじーってね、覗いちゃいましたけど。で、鈴掛けの説明ですね。南北線とほぼ同じの、まあ車体がね、多分台車が、まあ、ほぼ同じだということです。で、このオレンジの車体で、まあ荷台をね、いっぱい乗せれるところがあるという車両になっています。続いて路面電車の方ですが、路面電車は1961年の、まあ、ラッシュの、朝ラッシュの対策ですね。こちらで、ね、日本最初の2両連結車の始電がこの TC1 だそうです。日本で最初なんだそうです。で、親子電車の愛称で今も現役で走っております。M101 とこの TC1 の2両で親子電車として呼ばれていて、今回の再塗装の TC1 という、再塗装された TC1 というのはこの方の車両になります。いわゆるその、連結車と言われるやつで、まあ、モーターとかはね、入ってないんですけど、ラッシュ時に繋がれて、朝ラッシュをね、いろんな、たくさんの人を運んだということで、朝夕の通勤とか通学の輸送の時だけ、親子の2両で運転して、お昼の時間帯は、この TC1 じゃない方の親の M101 号が単独運転できるようになっていたということです。で、まあ、親子電車だからね、結構長く走ったんでしょうと思ったんですけど、実はそんなでもなくて、で、1961年に登場してから、まあ、9年ぐらいですね。1970年の11月には切り離されて、親の方はワンマンカーに、まあ、今の形に改造されているということです。で、まあ、このね、お聞きの方も結構知ってるかと思いますが、この M101 号というのは、放送日から今10月30日ですけど、その次の日には引退を、運行最終日ということで、10月31日をもって、まあ、通常運行が最後に、やりますね。 M101 はとうとうこの日が来ちゃったかということなんですけど、10月31日は、まあ、まあ選挙もありますけど、個人的にはね、こっちも大きなイベントですので、まあ、当日ね行きはしませんが、きっとツイッターとかで写真がいっぱい上がると思いますので、それを見ていきみたいなって思います。最後は確かに夜の9時半過ぎだった、9時半前かなの中央図書館前行きに入るらしいので、もうすでにあの運行ダイヤとかはホームページ出ているので、近くの方はちょっと、ね、行ってみるのはいかがでしょうか。そしてこの10月末で引退する M101 ですが、今後はですね、一緒にこの TC1 と一緒に展示されるそうです。そうなんですね。今101を引退したらどうなっちゃうんだろうってね、思った方もいらっしゃると思いますけど、10月末に引退した後はこの資料館の屋外展示場にやってきます。ちなみにですね、この資料によりますと、休館中の交通資料館は今再生向けた検討を進めているということなので、まだちょっと詳しい計画というかはまだ出てきてないみたいですね。ということで、車両の解説っていうんですかね、車両の解説というのをこの資料もらいただいてきた資料元にやってきました。今の南北線の車両の基礎となっているこの地下鉄の試験車両鈴掛けと、親子電車として親しまれてきた M101 のこの方 TC1、 この2両の公開ということで、まあ、主なね、公開の目的というか主人公は2つの車両だったんですけども、その他にもね、いろんな市電の車両だったりとか、あとは初期のね、南北線の車両なんかも、これね、実はね、想像してたのが、最初ね、この2両しか本当に見れないんじゃないかと思ったんだけど、行ったら屋外展示場全部開放してたので、これ以外にも様々な車両を見ることができました。で、ホームページを見てみると、再オープンはね、令和4年度以降っていうことで、来年度以降っていう話になっていくんですけども、まあね、今検討を進めているところですので、多分あとまあ1、2年、まあ2、3年かかるんじゃないかなって思いますが、またね、ニューラルオープンした時にはもう一回訪れてみたいなと思いました。なかなかね、こういう車両もね、見る機会がないので、今回はね、抽選で100名ということで、いろんなものをね、見てきました。ちょうどね、夕日のね、午後の時間帯だったので、まぶしかったですよ、すごい。なのでちょっと写真のね、色味も現実のやつにね、近づけたかったんですけど、ちょっと難しい部分もあったので、そこはね、ご容赦いただきたいんですけど、またこういうイベントやってくれると嬉しいなと思いましたし、あとは再塗装ボランティアでしていただいた札幌塗装工業協同組合青年部会の方々にはありがとうございますと、お疲れ様ですと伝えたいですね。ということで、今回は地下鉄の試験車両鈴掛けと、
路面電車の路面電車 TC1 の一般公開のイベントについてお伝えしました。そろそろお別れの時間、エンディングです。毎回いろいろなコーナーを週替わりやっているこのラジオ、様々なコーナーがありますので、ぜひホームページなどで確認してみてください。皆さんからのオーナー宛てのメール、質問箱、お便りはもちろん、普通オタも大歓迎でございます。どしどしお待ちしています。メールアドレスはてっちゃんアンダーバーミニアットマークヤフー .co.jp です。どんなことでも OK です。またこれまでと同じように Twitter の DM やペイングの質問箱、あと YouTube のコメント欄などでもお待ちしています。質問箱は匿名で送れるサービスになっているので、ラジオネーム紹介してもいいよという方はラジオネームの記載もお忘れなく。それぞれのサービスへのリンクは概要欄や各回の説明文に URL がありますので、そちらからお願いいたします。さて来週なんですけど、いろんなものが重なっておりますので、来週ですね、お休みをいただきます。毎週ねやるって言ってちょっとお休み多いんですけど、いただきます。なので次の更新は再来週の土曜日となります。今日付を見ると、13日ですね。次の更新11月の13日になります。11月6日かな、6日だったね今ね。11月6日の配信はお休みをいただきます。で、11月13日の回に関しては、質問箱に答えようのコーナーを事前に収録をしておきましたので、そちらを編集してお送りしようと思います。ということで鉄道ファンでした。また2週間後お会いしましょう。バイバイ。